どん。最近ニュースなすぎて、海外メディアの1個の記事をそれぞれが訳したやつがなんかニュースのページに4個ぐらい一気に並んでる時あるよね。どうなじみでおざふとぼうでーす。久保ミランみたいな、アルフォンソ・デイビスが足早いって話ずっとしてるなみたいなね、この時期のメディアの大変さが伝わってきます。というわけで始まりましたトークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。今日はですね、レオザフットボールとスター選手を育てようということで、これどういった企画か、この選手ですね、はい、宮本雄大選手。この選手ですね、レオザの分析、僕が分析官として稲穂キッカーズに行ったドキュメンタリー、あちらのですね、企画の中で、稲穂に決まる前に、いろんな方が応募してくださいました。その中で、個人分析官、レオザフットボールにですね、お願いしたいということで、こういう熱いメールいただきまして、全部は載せられないですけれども、いただきまして、で、一緒にやりましょうっていうのになったんですね。で、ポーランドでですね、プロ契約を勝ち取ったんですけど、怪我で破談になってしまいまして、で、夏の再契約を目指してるっていう感じの、今、状況なんです。ただ今、パンデミックの状況で、なかなかトレーニングが再開しなかったので、僕もなかなか能動的に協力できなかったんですけれども、どんどんね、ヨーロッパの方でトレーニングが再開されてきましたので、なので、ついにですね、レオザフットボールが、宮本さんの、前のね、試合を見て、それに対してね、分析をして、宮本さんにフィードバックをお返しして、それをミーティングするみたいな、そういったことをやっとね、できるようになりました。で、その模様をですね、宮本さんからですね、レオザフットボール TV で、こう流す許可をいただきましたので、なのでね、僕と皆さんで、宮本さんが今後スター選手になっていく過程ですね。実際宮本さんヨーロッパ行った理由も、チャンピオンズリーグにね、出たいっていうのが、大きな目標でありますので、ぜひとも皆さんにですね、僕と一緒に、こう分析して応援してもらって、宮本さんがレオザフットボール TV と共にですね、こうスター選手になってもらえたら、むちゃくちゃ夢のある企画だなと思って、今回やらせていただくことにしました。で、どんな選手なのか、ちなみにこのね、1年前の試合なんですけれども、怪我する前なんで、マルタのですね、プレミアリーグに、参入している、セングレア FC という、そういったチームの左サイドで、このね、プレイしているのが宮本選手で、今回の試合は左サイドからトップした右サイド、幅広くポジションをやっています。で、プレイヤーのタイプ的には本人が言ってました、サン・マキシミンとかアダマ・トラオレタイプ、ノープランナーだっていう風に言ってましたね。ただ、めちゃくちゃスピード速いです。僕もね、なかなかドリブルで抜く技術とか、スピードでぶっちぎる技術っていうのは、教えられないものですから、そういった技術、そういった特殊能力がある選手に、僕が思ってるポジショニングの理論だったりですとか、こう、サッカーにおいて活躍できるですね、そういった、戦術的な分析、そういったね、こう、知識を、与えるって言ったら偉そうに聞こえたら嫌ですけれども、それを進言することによって、活用してもらえればいいなというふうに思っていましたので、なんでね、今回そういったね、模様を皆さんにお届けしますので、楽しんでご覧ください。あと、岡田メソッド買いましたこれ。なんかいいって、誰だっけな。レオさんから聞いた気がする。なんかそういう聞いたんですけど、なんか、これ、悪いんですこれ。むちゃくちゃ参考書なんですよ。そうなんだ。超よく気になんないっすよね。今治で浸透してる。だと思います。ああ。今治の話題やってて、これ全く浸透させてなかったら面白いですよね。全然これ書いたのに選手誰も知らねえみたいな。いやでもね、せっかくねこう分析官担当してるんで、使っていきますね。お願いします。で、続いて攻撃面、武器と矢印って話なんですけど、この相手がこの選手がボールコントロールミスって味方が取ってくれたと。で、この時に多分宮本さんのこの時のイメージって、前向きにボールもらったらこいつら抜けるわみたいな感じですか。多分前方にスペースが、でっかいスペースがあるんで欲しいって感じですよね。多分そうでしたね。足元でもらってドリブルって感じだったと思います。それでこの人来ちゃってるんですけど、これもうちょっと、行き過ぎてもダメなんですけど、この辺で受けたらこの人を釣り出せるんでっていう、こっちと1対1して抜い、もうこういう広いスペースあったら宮本さん勝てるじゃないですか。うん、なんでここでこんだけいけるんですよ。これがすごいなっていうこれも武器だなと思って、でここで取られるんですけど、味方が取ってくれて、ここでまたダブルタッチで抜いてって、これすごいなと思って、めっちゃいいんですよ。これめっちゃいいんで、これをもっと直接的に相手にダメージを与える方法だと、ここで少し開くことによってこの人が出て行きにくい状況、つまりこの人を出す状況ですね。そうするとより一層広いスペースなんで、さっきみたいに抜いた時にもう深いところまでドリブルで運べるっていう、これがすごい良かったのが、この人がこう寄せてきてるところの逆取ってるじゃないですか。
はい、ダブルタッチでこういう、はい、スピードであの振り切れそうな相手以外はこう矢印を意識すると多分レベルが上がるとより一層この準備されてる方向抜けなくなると思うんですよ。うんうんうん、なんであの相手の矢印の逆突き続けるっていうのは結構基本なんですけど、あのこういう状況の中で行った方がいいなと思って、僕これ見た時思ったのは、うん、まあ、今気づいたことから言うと、はい、このでかいディフェンスに僕この試合結構止められてるんですよ、うん、もうあとのシーンにも出るんですけど、はい、だったら体重を避けるべきだったんですね、まず、うん、こいつとの、うん、それこそさっき言ってサイドバックで勝負する点と重なるし、はい、受ける位置をもうちょい外側にすると多分これドリブルしなくていいですよね、まあ、受ける位置もう少し外側にしたら対人避けれて、まあ、選択肢ですね、まだ、まあ、僕宮本さんのプレー見ててこの後もそうなんですけど、すごいスペースあるところのドリブルどんどん抜けるじゃないですか、うんうんうん、なんでこの人との1対1でこのスペース使えるのが一番いいなと思った。うんうん、わかりました。これめっちゃ良かったっすよ、このボールが浮いてる間にちゃんと進行方向とかちゃんと人がいないの確認して、これですね、これがすごい良かったです。この時にこれでもうプレーのビジョンを描けてると思うんで、でこれでストラップした後もちゃんとこっちの方を確認して反対つけてるんですよね、このこう来る矢印の逆側っていう、だからこれがすごいいいプレーでしたね。でこう落ち着いてないで、でここで一つその矢印の話で言うと、ここの時にあのこの人に出した後のまあゆっくりになっちゃったんですけど、一気にスプリントしてあげたらここで受けれるかなみたいな、うん、ワンツー的な、これその右サイドバックが蹴ってからスプリントかけたシーンですね、はいはいはい、まあよくネイマールとかがやるやつですよね、ゆるーくボール出すんですけど相手の重心がこっち来た瞬間逆を取って、うんうんうん、そうするともうここで受け入れたイメージですね、この辺でトントン、うん、確かに、なんでそこで走ってたらもっとこの時もこの位置ぐらいにいたと思うんですよ。うん、確かにそうですね。ってなるとこの人が引っ張られた場合はこっちがフリー、より一層フリーになるみたいな、うんうん、そうですね。あ、これも良かったですね。でこれっすよね、もう一番の武器はここ、この宮本さんのすごいこれすごいな、ほんとでもノープランですよね、この後いや、これできる、でもなんか僕が一緒にやるべき選手だって思いましたけどね。いや、ほんとに必要っすよね、うん、レオさんの頭が。で、こういう時ってこっち行く選択肢もあるんですか、左も行けるんですか、宮本さんって。行けますけど、この時はなかったですね。いや、な、お、まあ、1年前なんで断面的にしか覚えてなかったですけど、うん、僕が行くドリブル行くシーンってあの行きたい方に行くというより相手の重心なんですよね、はいはいはい、その対峙してる相手の重心を見て決めてるんで、うん、あとはカバー行くとか、はい、でただ僕のこの問題点としてはカバーに入ってくるそのでっかいディフェンス、はい、さっきも取られたディフェンスまで視野に入ってなかった。だから2タッチ目、本当はこれ縦に行ければ、うん、中身にちょっとタッチしちゃったんですね、その抜いた後、はいはいはい、あ、ちょうどそれ言おうと思ってたんで、そこを気づいてるのは全然 OK です。これ本当はタッチラインに向かっていくべきでしたね。そうですね、内側に人来てたんで、あの、うん、カバーいる方に走ってってあげちゃったって感じですね。うん、見えてなかったです、そこまで。なんで、でもこれの一発目抜けるっていうのが大事だと思うんで、うん、なんでここで一気に中入っていっちゃってこうメッシュみたいにこうドリブルするのか、その辺の選択肢がないんだったら縦に行ってそのまま中入ってくる人たちにクロス上げるのかっていう。でもこれ今見ると中行った方がいいですよね。中行った方が絶対良かったですね。行けるんならいいと思います。行けるんなら中入ってってこの人の言っちゃえば背中側を取って この人と こっちが戻ってくるまで勝負するみたいな。ただこの人のカバーも結構早いんで、まあ縦に行くのも全然悪くないと思うんですけどね。こういう時に考えすぎちゃってプレーが縮こまる方が良くないんで、うん、確かにそうですね。なんでこういう時に縦に行く持ち味があるんだったらそこは考えずにっていうかいつも通りに行って、でその後にあのクロス上げる時のこれどうですか、クロスの上げ方とかってあの気にしてる部分とかってあります？なんかこう精度高めるために。このシーンでですか？
なんか宮本さんのクロスって全体的に結構足元にボール入れた状態で蹴ってるじゃないですか。そうかもしれないですね。なんで、あの優しいんで、1回ありますよね、はい、1回ありますよね、クロス何回かあるんですけど、はいはいはい、遅いですね、スピードが。そうです、全体的にあの人に合わせようとしすぎてて対応されてるっていう風に見えたんですよ。うんうんうん。なんでこことかも例えば、まあ、まあこれこそあのプレー終わった後だから言えるんですけど、これ中に取っちゃうじゃないですか。中に取っちゃうせいで、はい、このクロスの蹴り足から離れてるんですよね、右足の。ああ確かに、うんうん、なんでここ一気に縦に行くとこの2人も追いつけないし、クロスの蹴り足側に来るじゃないですか。うんうん。で追いつくときにまあ、ちょっと縦に、まあ、この辺にボールがあるイメージしてほしいんですけど、ってなるとボーンって蹴った後にこう追いついてって、その勢いそのまんま速いクロスにできるっていうのがあって、結構全体的に宮本さんクロス上げてるシーンって、こう足元に一旦ボールを置いてて、そこにワンステップで蹴るんで、まあ、そこのジェラード的なパワーがあったらいいですけど、そうじゃない場合って優しくなっちゃうんで、クロスに対してこうなんかフリーキック的な感覚っていうんですか、助走をつけてポンっていけるところに、最初からちょっと相手がいないんだったら遠めに置いとくっていうのをやるといいなと思った、うん、このシーンで言うと3点くらい勝ってるシーンなんですよね、確か2点かな、うん、で多分自分もゴール取りに行きたくって、はいはいはい、ここにタッチしちゃったんですよね、クロスっていう。なんかゴール取りたすぎてみんな喜んでる時にちょっと複雑な顔してるのありますよね。そうなんですよ。いや、そこが子供っぽいっつうんですよ。いや、なんかめっちゃ気持ち上がるんですよね、ああいう時。いや、でも見てて本当に恥ずかしかった。俺これレオさんに送んなきゃいけねえのか。いやいやいや、全然めっちゃ気持ち上がる。僕もなんかお笑いやってることそんなんめっちゃありましたもん。で、あとはこのポジトラプルアウェイとデコイランってちょっとあの難しい書き方しちゃいましたけど、これですね、味方ボールになった瞬間なんですけど、ここっすね、このまま。今の分かりました？どこがちょっと改善点、プレーしている場面ですよね。はい、この王さんここで、うんうんうん、これもうちょい角度、それ取ってあげた方が良かったですね。角度もなんですけど、言っちゃえばこの人たちを抜かなくていい状況が楽ですよね。うんうん、なんでプルアウェイってよくあのディフェンスラインへの駆け引きだけ言われますけど、この8番のこの宮本さんが膨らんでこう受けたら、この人スペースに出して宮本さんそのままドリブルできる、うんうん、ここで止まっちゃうと、ここでパス足元でもらった後この人また寄せてくるじゃないですか、うんうん、なんでプルアウェイこういう風に回り込むことによって、ここに出してくれっていうメッセージを送れる動き出し方になるなっていう、うんうんうん、でこれめっちゃ良かったっす。これこの人が判断ミスっちゃったんですけど、宮本さんが走るおかげで大外フリーになってる、うんうんうん、この人が宮本さんに入れたんですけど、でも実際にはこっちなんですよ、入れなきゃいけない。なんでこれは宮本さん自体には別に問題ないっていうか、あとはこっからまあ宮本さんが活躍するには超スーパープレーってだけで、そういうことですね。これはもう宮本さん頑張ってくださいしか俺言えないですよ、これ。今日の最後の一番宮本さんに伝えたかったテーマに行くんですけど、はい、やっぱ宮本さん本当スピードとドリブルが武器じゃないですか、うん、できるだけ前向いて勝負したいと思うんですよ、うんうん、なんで前向いて勝負できないときはあのもう そこではもらわないぐらいの感じ、うん、なんでむしろここの状況のときってここで待っちゃってるじゃないですか、はい、でこの後そのまま背負うんですよね。確かにそれなんですけど、これジェズスとかだったらここにいません？うんうんうん、この背中にいると、この選手が背中に入られるともうなんですか、体の強さで勝負できなくなるっていう、うんうんうん、で例えば背中に入られた時、自分が背中に入った時、この選手がこういう風にあの視野を取れてる状態だったら、背中取った側の宮本さんが出てって、この人も視野の中に宮本さん入れられてないですから、キーパーって1対1になる。ああそれよく見るかも、海外サッカーで、はい、でこれが今ジェズスとかちっちゃい選手だけじゃなくて、ハーランドとかあのドルトムントでかい選手もやるようになってるんですよ、なんであの人すげえ点取れるんですよ、若いのに。ポストプレーじゃなくてね。そうなんですよ。なんで宮本さんもここで背負う状況になっているんですけど、ここはもうそんなのはもうなしで、プレーの引き出しの中から捨ててこっち行きましょう。
そうするとこの人がオンになった時に出してくれて、まあ、今たまたまこうもうフリーみたいになってるじゃないですか。これを意図的に作るっていう。こういう時に、あ、背中があってるなと思って、相手もあのボール持ってる人も宮本さんの方見てないんで、まあ、この時に背中が開いて、でこう顔を上げた時に今この位置にいたら結構出せそうじゃないですか。出せますね。なんで背中が開いてプルアウェイしてここで1対1って言いました。なんでまあこれとかもこの人がロングボールを宮本さんが中央にいるんで宮本さんのとこ蹴ってると思うんですよ。うんうん、でみんな若い子なんてそこまで考えてないと思うんですよ。あの子はあれでこう勝ててこの状況でとかそんな余裕もないですし、まあ、それに勝てないですけどね宇宙戦は。なんでその蹴りたいとこいちゃうっていう問題もあるんで、なんで最初からこの人かこの人に競らせるようにするっていう。で多分この感じだとこっちの方が強いじゃないですか。そうですね。なんでイメージ的にはこういう状況だと球の背中側にいてくさびのパスを受けられるときにひょこって顔を出す、うんうんうん、ってなったときに宮本さんここいたらこの人落としたとき前向きでボール受けれません？うん、確かに確かに。なんでこの人の死角にいて、また同じ死角なんですけど死角にいてひょこっと顔を出してくるって回転してドリブル始めるか、くさびが入んないんだったらこういって落としのボールをもらうっていう。うんうんうん。なんであの、まあ、自分が全席に追おうとしないって感じですかね。苦手な場所には行かないっていう。これめちゃくちゃメッシがうまいやつ、うん、メッシいつもこの人がスアレスだとしたらメッシいつもこの辺います。スアレスが落とせるところにいます。マルコムとかだとあの宮本さんと同じようにこう前でターゲット前になってむしろダメになっちゃうんですよ。マルコムか。でもマルコムってめっちゃ頑張り屋さんなんですよ。なんで多分その頑張り屋さんの共通点で自分が全部やろうとしすぎるっていう、うん、なんで宮本さんも最初からあの自分にロングボールを蹴れないし、ここにいたら絶対蹴ってこないじゃないですか味方が、うん、確かに。だけどここからひょこって顔出したら自信あるセンターバックならくさび入れてきますし、入れてこなかったとしたらそのまま高いボールこういったら、あ、じゃあこいつなら競り勝てるわで前向きてもらってここからドリブルっていう、うん、まあ、常に死角ですね相手の、うんうんうん、視覚からいかに顔を出すかっていう。結構なんか日本人って苦手なこと頑張るみたいな文化ありますけど、うん、例えばバルサもブスケツってドリブル突破しないですし、メッシもあの右サイドで縦突破しないじゃないですか。しないですよね本当に。なんでそのやっぱり苦手なことをいかにやめてくかっていうのって本当成功者の中の大事なことだと思うんですよね。確かにな。ポストプレー俺よく練習してましたもん受け方、うん。体ちっちゃいから意味はなくないだろうけど排除した方が早いですよねきっと。なんでやるとしたらタイミング考えて死角から降りてった方がいいです。相手にぶつかられない状況。ああ、確かに。そうするとフェイクみたいな感じですね多分。なんかやるとしたらそうそうそう、なんかずっとこうねピターッと相手がずっとねスポンマークしてくるわけじゃないんで、背中側から出てくるとやっぱ人間なんでラグができるじゃないですか。うんうん、なんでそのラグの間に受けて寄せてくるときにははたいてっていうポストプレーならいいと思います、うんうん、まあポストプレーってポストであの本当にポストみたいにこうその場にこう根付くからポストプレーって言われるじゃないです か、うんうん、かポストプレーってよりデイオフですね。いや、あの宮本さんがやるとしたら、うんうん、後ろ向きに受けて前向きの味方を使ってあげるみたいなイメージですかね、うん、ただそれでもそれが増えるとまたプレーバリエーションが増えるかもしれないですね本当に。ですし、ポストプレー諦めることによってあの得意なシチュエーションが増えると思います。確かに。まあ何個もまあ見た映像の中内でもちゃんと受ければ2、3回シュート打ててますもんね、もっと。というわけでいかがだったでしょうか。1時間半以上のミーティングになりましたんでね、全体のね、ビデオっていうのは6分しか用意してなかったんですけど、途中でね、まああの、ご覧いただいた通りね、雑談とかいろいろ交えてやったら、1時間の予定が1時間半にもなっちゃって、ちょっと自分的には反省だったんですけど、まあ宮本さん楽しんでくれたみたいで、なんでね、そういったまあ、長いバージョンを見たい方は、あの、オンラインサロンの特典の方でね、置いてありますんで、そこまで見たい方は、あの、加入してもらえれば嬉しいです。ただね、それがなくても、皆さんに声にね、定期的に宮本さんと僕のですね、ミーティングなんかをお届けして、一緒にレオザフットボール TV でですね、スター選手を育てるっていうプロジェクトを今後も続けていきたいと思いますので、一緒に宮本さんを応援して最高の選手になってもらいましょう。いいね、コメント、面白い動画だと思ったらチャンネル登録、あとツイッターもやってるんでよかったらそっちもフォローしてくれたら、いろんな情報発信していきますので、よろしくお願いします。レオザフットボールでした。バイバイ。